大井川八重洲藤枝スマートインターチェンジは、静岡県八重洲市にある、東名高速道路のスマートインターチェンジである。2016年3月12日に共用を開始した。ETC 搭載の全車種で24時間利用可能。2020年5月現在、日本で一番長い名前のスマートインターチェンジである。構内には、大井川バスストップを併設しており、同停留所についても、 本校で記す、東名高速道路では初めてである、本線直結型のスマートインターチェンジ。開通に伴い、この付近に存在した大井川バスストップを約300メートル西側のインターチェンジ内へ、開通日に移設。開通により、今まで、八重洲インターチェンジや吉田インターチェンジを利用していた、交通の分散、渋滞の減少や周辺地域の活性化。 医療施設までのアクセスの向上などが期待されている。当インターチェンジ名は、スマートまで数えた場合、日本で一番長い名前のインターチェンジ名となる。すなわち、スマートインターチェンジの名前としては日本で一番長い、名前となる。ただし、スマートを抜いた場合では、三円南新自動車道、飯高見久方、京木と大インターチェンジが最長となる。 大井川バスストップに関するカテゴリー、ありがとうございます。